皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回は JR 貨物列車 EF210、EF65 の走行中第4弾を作りました。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シューシューポポ。13時17分通過、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。坂出駅22時16分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。国分駅22時16分通過、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。美濃浦駅15時18分着、 EF210 電気機関車大王製紙工場行き。坂出駅22時24分通過、 EF210 電気機関車東京貨物ターミナル駅行き。海岸寺駅11時45分発、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。北府駅22時24分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。海岸寺駅11時40分着、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。松山駅20時39分着、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。美濃浦駅周辺15時25分発、 EF210 電気機関車大王製紙工場行き。松山駅20時41分発、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。海岸寺駅14時32分通過、 EF210 電気機関車大王製紙工場行き。坂出駅21時47分通過、 EF65 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。多度津駅11時26分着、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。坂出駅20時31分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。海岸寺駅14時32分通過、 EF210 電気機関車大王製紙工場行き。多度津駅11時25分着、 EF210 電気機関車新居浜貨物ターミナル駅行き。伊予三川駅12時35分通過、 EF210 電気機関車新居浜貨物駅行き。伊予三島駅19時13分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。坂出駅21時46分通過、 EF65 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。滝浜駅16時17分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。国府駅15時15分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。丸亀駅20時23分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。国府駅13時31分通過、 EF210 電気機関車大王製紙工場行き。坂出駅21時46分通過、 EF65 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。豊浜駅 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。北部駅15時15分通過、 EF210 電気機関車高松貨物ターミナル駅行き。伊予三島駅15時34分から15時57分、ひまわしから工場への搬入作業を行います。15時35分、着回しスタートです。一番乗り場を通ります。機関車単体で見るのは初めてです。15時39分最後尾に来ました。15
15時40分、まもなく連結作業開始です。15時57分、代用製紙工場の搬入作業が始まります。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。